11月30日、松山大学で地域の魅力を映像にしよう、鳥旅プロジェクト成果報告会が開かれました。鳥旅とは、ANA ホールディングスが運営する旅と学びの協議会のプロジェクトの中で、映像プロダクション株式会社青いプロが立ち上げたものです。旅先で感じた地域の魅力を学生が映像にまとめ発信することで、観光 PR や地域の活性化を目指しています。今回は全国に先駆けてのトライアルが松山大学で行われ、学内公募で選ばれた1から4年生33人がプロジェクトに参加しました。映像制作にあたり、映像プロダクション青いプロのサポートのもと、学生たちは企画からロケ地の選定、取材、撮影、編集を一貫して取り組み、愛媛県の魅力を映像にまとめました。この日は成果発表会が行われ、個人やグループが制作した22の作品が上映され、審査・表彰が行われました。三津浜のをちょっとノスタルジックに見せたかったので、ちょっと映画風にフィルターを変えてみたり、黒枠つけたりして、ちょっと映画風にして、ちょっとディープな魅力っていうのを伝えれるように編集頑張りました。いい絵が撮れた時の、なんだろう、気持ちが高揚して、もっといい絵を撮りたいなっていう、そういう、なんだろう、ハングリー精神って言いますか、そういう気持ちになりました。やっぱり地域に貢献するような仕事をしたいなっていうふうに思ってます。学生さんたちの若い視点で、皆さん本当に一生懸命にそれぞれこだわりを持って取り組んでくださって、どうやったら地域の魅力が伝わるかっていうのを本当に真剣に考えて皆さん取り組んでくださって、最終的にすごくいい映像がたくさん出来上がったっていうことは、弊社としてもすごく嬉しいですし、学生さんたちのいい学びになったらいいなと思っております。最近の学生って地域のために何かしたいっていう学生がすごく多いんですよね。なので、その学生が地域と結びつくときに、どんなものが使えるかっていうときに、やっぱり映像制作っていうのがすごく大きいかなということで、スマホで動画を撮ったり編集したりっていうことをやりますけれども、それをちょっとレベルをぐっと高みを目指してですね、プロの編集機材や撮影機材ですね、そういったものを使って本格的なものができるといいかなということで、大成功だというふうに思ってます。若者の柔軟な発想やアイデアを生かしたこの取り組みは、今後も官民学で連携した広報プロモーションを予定しているとのことです。